そう、あの時も確かこんな風によく晴れた日だった。おい、大変だベル。山でモンスターにやられ、あっけなくおじいちゃんは死んだ。探しにも行けない深い谷に落ちていったらしい。決めたよおじいちゃん、僕冒険者になる。だけどこんな弱そうな僕を冒険者として受け入れてくれるファミリアは見つからなかった。やあ少年。ファミリアを探しているのかい？神様がそこにいた。僕は家族が欲しかった。だからお願いします、僕に家族を守らせてください。そうだ、こっちに来い。お見事、さすがうちのアイズタン。逃げたモンスターはあと何匹ですか？他の冒険者にも討伐をお願いしていますが、おそらくあと数匹は。あー、待ってーな、アイズタン。まさかベル君巻き込まれてないよね？こっちだ。見られずに済んで。さよなら神様。ベル君、ベル君。そんな、どうして、なんで来ちゃうんですか。神様。大丈夫ですか？ああ、なんとかね。なんでここにいるんですか？逃げてくださいって言ったのに、どうして。本当にしょうがない子だな、君は。僕が君を置いて逃げ出せるわけないじゃないか。僕を守りたいだって？なら、その言葉そっくり君に返してあげるよ。それに約束してくれただろ。お願いだから僕を一人にしないでおくれ。でもこのままじゃ二人とも。諦めるのは早いぜベル君。ん？諦めるのは早いぜベル君。失礼します、神様。すまないベル君、僕はこんな状況なのに心から幸せを感じてしまっている。何言ってるんですか。もしかして、you
たいだね。あいつは神様を追ってます。見つかるのも時間の問題です。だったら考えを変えよう。ペル君、君があのモンスターを倒すんだ。ここでステータスを更新する。君の力をあのモンスターにぶつけてやれ。無理です。少しくらい強くなったところで僕の攻撃じゃあのモンスターに致命傷を与えられません。それに僕じゃあいつを倒せません。ペル君、いつから君はそんな卑屈なやつになったんだい。僕は君のこと信じてるぜ。だってそうだろ、バレンナ逃がしとかいう化け物みたいな女を目標にしている冒険者ベルクラネルなら、あんなモンスターちょちょいのちょいさ。神様、やっと渡せるよ。これは君の、いや僕らの武器だ。名付けてヘスティアナイフ。僕が君を勝たせてやる。勝たせてみせる。信じてくれないか。はい。ダイダロス通り？また厄介なとこに。はい、ガネーシャファミリアの討伐隊が向かいましたが、場所が場所だけにまだ発見すらできないらしく。少し休もうや、アイズターン。ベル君、あそこでステータスを更新しよう。まずはここにいるモンスターをやっつけないと。ベル君、ステータスを更新するよ。はい。ありがとう、ヘファイスタス。問題はどれだけベル君のステータスが上がっているのか。すごい、熟練度トータル600オーバー。これなら。神様、来ます。大丈夫だ、ベル君。もう一度言うよ、僕が君を勝たせてみせる。信じてくれるね。よし、行こう。これって、それが今の君の力だ、ベル君。そのナイフは生きてる。使い手が、君が成長すればするほど強くなるんだ。僕の成長、信じるんだ、そのナイフを。信じるんだ、僕を。そして君自身を。すごい騒ぎになっちゃいましたね。はあ、そうだね。神様、ペル君、本当によく頑張ったね。